と配信であるけどね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。会場のですね、精鋭部隊、少数精鋭部隊ですので、お一人様、ね、少ない人数ですけど、10人分の拍手をお願いすることになっております。チェックプレミア配信ライブ&会場で、10回目の記念すべき日を迎えました。配信の皆さんもよろしくどうぞ。会場の皆さんもよろしくどうぞ。はい、コロナ禍の中でですね、いろいろ自粛の明けてから少しずつ少しずつ、音楽と笑顔を伝えたいなと始めてまいりました、会場の少数精鋭の皆さんと配信の全国の皆さんで、やらせていただいて10回目になります。今日ね、1年に1回の僕らの歌というね、とっても素敵なシリーズの2020年版なんとか開催できることになりましたので、どうぞ会場の皆さんも配信の皆さんも楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ね、もう私がね、もう本当により一層太く見えると思いますけど、違うんですよ、ゆきちゃんが細いからです。はい、僕らの歌のね、2020年の後のむさーい男子ばっかしなんですよ。そこにやっぱり一輪のお花、ひまわりを今日はね、添えさせていただきました。ゆきちゃん、どうもひまわりです。どうも。自分で言ってます。可愛いから許せますね。今日はまた素敵なピアノのりゅうちゃんも一緒に、従えてっていうんでしょうか、なんか書いてありますね、りゅうちゃんのね、男をなんとかするなんとかってね、表紙で言っていいのかどうなんか。はい、ハゲキちゃん今日ね、久しぶりのね、セックのライブでまして配信も兼ねてということで、今日いろんな新曲とかウクレレとか初物尽くしでございますので、皆さんぜひぜひ温かい応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、本日僕らの歌2020トップバッターはハガキちゃんです。拍手、よろしくお願いします。改めましてこんにちは、羽賀ゆきです。よろしくお願いします。ですね、ウクレレをついこの前、2ヶ月前に買いまして、ウクレレを始めてみようということで、普段はアコースティックギターをしてるんですけども、ウクレレに、挑戦して、でウクレレで初めてオリジナル曲を作ったので、今日は一番最後にそちらを歌いたいなと思います。はい。よろしくお願いします。こんな時にですね、ライブ会場に来てくださって本当にありがとうございます。そして画面の皆様も配信を見ていただきありがとうございます。はい、じゃあみんなで楽しんでいきたいと思いますので、最初1曲目はですね、私の大好きなジブリの風になるという曲を、よかったら一緒に、楽しんでいただけたらなと思います。聴いてください、風になる。Thank you.
金曜日の金曜ロードショーですかね。それで今ジブリスペシャルがあってますよね。皆さん好きなジブリありますか？はい、そうですよね。私が好きなジブリは、まあ、魔女の宅急便とかも好きですし、耳をすませば あの天沢聖司となんだっけ、しずくちゃんのねやりとりとかもいいですよね。キュンキュンしますよね。次の曲は私がちょっと落ち込んでた時に落ち込んでた時にこの曲いいよって言って教えてもらった曲なんですけど、なのですごいその時に気に入って、すごい勇気づけてもらった曲だったので、今日はその歌を届けたいなと思い、はい、今日はそれを歌いたいと思います。ありがとうございます。半崎よしこさんの、明日へ向かう人っていう歌を、歌いたいなと思います。はい、よかったら聴いてください。時に
早いもので次でラストになります。おお、もう一回いいですか。早いもので次でラストになります。おお、ありがとうございます。そう、次は最初に言ってたオリジナル曲をですね、今日は準備してきました。ウクレレで作ったのですごいなんか夏感がある感じで、皆さんと笑顔になれたらいいなと思う笑顔について書いた曲になります。そばにっていうタイトルを、みんなでですね、インスタライブ配信中につけました。こう笑顔になるのには何かしらこう理由があると思うし、笑顔になれる源だったりだとか、ですので、まあ、自分が笑顔に、できる側だったらいいなと思って、この曲を聴いて少しでも笑顔が増えたらいいなと思います。はい、よかったら聴いてください。笑顔のそばに。
はい、皆さんね、リハからとっても賑やかで何万回出てくれたさっちゃんのステージなんですけど、ちょっとさっちゃん、配信にたくさん入ってきてくださってるので、ちょっとご紹介を先にさっちゃんの応援も入ってきてるんで。先輩がふざけてるんですよ、はい、まだ。先輩がタオル投げで遊んでるんですよ。なんですってはい、みゆきちゃん、のどかさん、みーちょこさん、りなすけさん、まよなかさん、のどかさん、あやちゃん、よしさん、まよなかさん、のどかさん、戸田さん、りなすけさん、まよなかさん、戸田さん、のどかさん、何回か同じことを言ってますが許してください。りなすけさん、はい、そしてゆきさん、りょうちん、全国から応援入ってきてます。では中継をつなぎます。加藤光三さん、よろしくお願いします。中継なんだはい、では大変お待たせしました。ちゃんとやります。加藤光三&富永隆二はじめまして、加藤光三と申します。これどこ見て喋ればいいんですか？大丈夫ですか？あそこにカメラがあるんですね、はい、ということで、そしたら、はい、加藤光三初めて参りたいと思います。あの伝説の、そう、あの伝説の、福岡を、もうガチャガチャに、かき回した、あの伝説のグループがまた久々にですね、今日ライブをされるということで、大先輩にいいステージをつなげていけたらなって思っております。よろしくお願いいたします。コロナの期間に入りまして、なかなかすることもなく珍しく曲なんかを作ってみたんですけど、6月に作った曲を、どこにも披露する機会がなかったので、6月の歌を8月の終わりに歌いたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとなんか空気重たいです。ちょっと本当もうちょっとからかってもらっていいですか、コーピーすごくやりにくいんですよ。問いかけても
ひらと舞い落ちる花びら水面に浮かぶ月を照らす頬撫でる春の風が遠き日の君を連れて行くんだね降り出した6月の雨立ち止まる僕を濡らす山も夢の場所でどこまでも行こうか現実逃避もたまにはいねえよもう心じゃちょっと切ない随分進んできたこのまま大気圏を越えていこう地球は見事に青かったなんてうまいこと言ったもんだ君のお願い全然聞こえてこないそう嘘で固められた英語の塊冗談の一つも伝えられない心の叫び声を聞いて聞いてくれ愛の意味なんて分かっちゃいないそんなリアルな世界はごめんだからやっぱ見やすぎるのも考えもんだモノクロがベース動き出した街に無意識に刻み始める気取りのリズム毎日繰り返しの決められたビートじゃちょっと切ない君との情が全然噛み合わないそう嘘で固められた英語の塊喜びの一つも伝えられない心の叫び声を聞いて聞いてくれ満たされていた闇のベルが今ここぞとばかりに音を立ててほら嫌なことだって浮き彫りになってモノクロがThank you.
情が全然噛み合わない、そう嘘で固められたエコの塊、冗談の一つも伝えられない、心の叫び声を聞いて聞いてくれ、満たされていた闇のベルが今僕ぞとばかりに音を止めてほら、嫌なことだって浮き彫りになってもろくもが、ある意味なんて分かっちゃいない、そう30、あ、素敵なメロディーお願いします。改めまして富永隆二と加藤光三と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久々のまずね、久々のこうやって人前で演奏させてもらってるんですけど、なんですかね、そこそこ年を取りまして、結構先輩面する機会が多くなってきたんですけど、なんですかね、本当に久々後輩してるなっていう日で、目開けて歌えないんですよね、本当に。ね、年的には一個下なんですけど、ポエムもですね、僕にとってみればもう本当に大先輩でして、未だにね、出会っても10年近く経つんですけど、未だにやっぱ敬語が直らないっていうぐらい僕は尊敬してまして、よろしくな。ね、カレンさんに関してはもう未だにちゃんと口も聞けたことないぐらいなんですけど、ね、僕は結構日頃ずっと音楽やらせてもらってる中で、一度、解散をされたお二つのグループがですね、楽屋に行くと結構ガチめに練習してるのを見て、震えが止まらんくなるっていう、そのなんか久々にやって楽しもう感がないんですよね、2組に結構ガチガチに勝負来てる感じがね、見えて、本当に震えが止まらないんですけど、今日はせっかく、リュウちゃんと2人きりのライブっていうのも久々ですよね。そうですね。なので、いつもは結構やかましいおっさんが左手側にいるんですけど、今日ちょっとね、別件でどっか行ってるらしいので、今日はね、ちょっとシックな大人の感じで、終始やっていきたいなと思いまして、大人しめの、ありがとうございます。バシカツさん、コーピーさん、僕こんなに大人になりましたっていうのをね、ぜひ、見せれたらいいなと思いまして、ちょっと緩めというかゆっくりめの曲でやっていきましたので、盛り上げたりするのはね、フォエムさんたちにお任せしようかなと思っております。ちょっとアダルティーな曲を久々にやりたいなと思ってまして、次の曲はホールドミーという曲をやりたいと思います。
らひらと舞う蝶のような君の瞳に心奪われた。禁断の愛叶わない、分かっているのにも取れない。今夜もまた君のことを覚えている。どの見これるほどに強く抱きしめて、それはまさに僕だけに与えられた女神だから、今夜は二人からにこの愛をとは二度と願っても、それは無理に無情にも時は止まることなく枯れていく。出会いは晴れた昼下がり、ぎこちない会話から始まった僕のラブストーリーというよりただの片思いなんて一文字と繰り返し、まだ出ないアンサー気づいてるんだもん、僕は君の虜なんだ。見えるもの全部もの黒に見えて、君だけの着信メロディーが鳴ることはない。 Where's going? 今君は誰とどこに、叶うなら今すぐ君の元に飛んでゆくのに。でか
白い肌に口づけし抱き寄せてそのまま君を奪い去りたい You are my sunshine 太陽みたいな君と過ごしたいと夏だけの One love story 今君は誰とどこに追いつけたデート行き先はどこ夏っぽいとこって言うならやっぱ海へ行こう今度の日曜は水着ジャックを白い砂浜馴染む肌君がこっち向いて笑うから僕のカラカラの体が今まさに君に染まろうとしてるし時間ももうすぐ終わるあと少し君といたいのにここぞとばかりに射した花火それを見て君がうつむいて寂しそうに火をつけたんだ線香ぎこちない会話のまま終わってた僕のラブストーリーありがとうございますということで、長々とやってしまいましたが巻きで最後の曲とやらせていただきます今日は本当にこんなご時世の中こうやって最新の注意を払って会場に遊びに来ていただいた皆様本当に心からありがとうございますそして、画面の向こうで正座して見てくれてる皆様本当にありがとうございますちょっといい音楽くださいということで最後の曲とさせていただきます今日は本当にありがとうございましたー夜の街並みに溶けてく月明かりのシャドランデブー二人の光を縮めてくとてもありがたいです。ありがとうございます。待ち合わせは君の好きなカフェに8時少し気の早い君の
ために5分前に帰宅ラッシュの波かき分けて疲れる胸はもう君の初元まで背伸びした言葉も今はまだうまく伝わりそうにないから飲めないブラックコーヒー流し込んで君を隣に乗せて連れて行くのさ My way 夜の街並みに溶けてく月明かりのシャドウなんてどこかに残りを縮めてく静かに流れる BGM さりげな小さな君の声にそっと耳を傾け幸せの意味を知る改めましてピアノはリュウちゃん二人の名前寄り添わせて微笑む君を見てるだけで僕の心を奪われてくいつも忘れたいだけの赤信号を叫ぶ今夜は愛しい時間に変わってゆく隣に乗せて連れて行くのさ My way 夜の街並みに溶けてく月明かりのシャドウなんてどこかに流れを縮めてくさりげなく差し出す僕の手に君が戻るたびに夜の街並みに溶けてく光のシャドウなんて僕の光を縮めてく
ありがとうございます。会場の皆様、配信の皆様、大変お待たせいたしました。本日僕らの歌2020、3組目です。ポエム、もう初めて大丈夫ですかね。あ、皆さんこんにちは、ポエムと言います。よろしくお願いしま す。これ今配信もされてるんですよね。あ、皆さんこんにちは、会場の皆さんもこんにちは。自分たちポエムと言いまして、アラサアコギコンビでやっております。ちょっと元気にですね、やっていくんでですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ1曲目はまず願い事という歌を。ことは減らずに増えてばかりで、口だけいつも達者な俺の前から、君がどんどん離れてくのをただ見つめるだけ。止める力がないからいつも怯えてる。何百個あるうちのたった一つ、他の願いはもうどうでもいいから、そばにいてくれよ、ずっとそばにいてくれよ。君のいない未来なんて少しも用はない。泣かないことがかっこいいだなんて言うけど、俺はいっぱい泣く、これはダサいか。それでもいい、泥臭くてもいい、君にはもっと全てを知ってほしい。君の好きなとこ誰も知らない、泣き方笑い方で、そばにいてくれよ、ずっとそばにいてくれよ。君のいない未来なんて少しも用はない改めまして、ポエムと言いまして、アラサーアコギコンビでやっております。アラサーですよね。え、まだアラサー、まだアラサーか、そっか。ねえ、セックに初めて出演させてもらった時はね、20ぐらいか、そんぐらいですよね。はい、ちょっと自分たちを知らない方がいるかもしれないんでですね、まあ、自分たちポエムと言いまして、2人組で大分出身、福岡在住でやっております。一度ですね解散をしまして7年前ぐらいに、
で、去年ですね、はい、この同じ時ですよね。そうですね、この8月末に、うん、1年前にですね、再結成というか再結成ライブをここで、セックでやらせてもらってですね、はい、また今日も2回目がそれができてですね、はい、はい、ありがたい限りです、ありがとうございます。まあ再始動したと思えばコロナですよ。そうですよ、本当にもう、ねえ、CD も気合い入れて作ってですね、去年その、ね、ライブやってちょっと CD やってるぞっていう時にね、そうそうそう、もうね参ったもんですけど、まあもう何言ってもしょうがないんでですね、もう前向いていこうという精神なんで、はい、我々はですね、そんな歌をですね、新曲のハレルヤという歌を聴いてもらいたいと思います。光のない道をただひたすら歩くような、足元が見えないから遠回りしてるかもな、夜は明けるかな、君に会いに行けるかな、伝えたいことまだたくさんあるからさ、やり場のない悲しみや怒りが溢れ出して、次々と傷つけ合う誰かの正義の刃、明日晴れるかな、悲しい雨は止むかな、届けたいことまだたくさんあるからさ、晴れるや、いつか笑えるさ、晴れるや、いつか笑えるさ、遠い遠い未来じゃなくてすぐそばに、素敵な毎日が帰ってくるよ、綺麗には聞こえない、今はどんな言葉でも、ただ悲しむくらいなら前を向いてた方がいいな、ハレルヤ、いつか笑えるさ、ハレルヤ、いつか笑えるさ、遠い遠い未来じゃなくてすぐそばに、素敵な毎日が帰ってくるよ、ハレルヤ、いつか笑えるさ、すぐそばに、ハレルヤ、素敵な毎日が帰ってくるよ、我々がですね、アラサーって言ったんですけど、32で、今自分の年忘れましたね、なんかやっぱ分からんくなるような、31やったっけって思う時もあったりなかったり、うん、するんですけども、まあ、32になって、はい、まあ、周りがこうみんな結婚しだしてですね、もう結婚式ラッシュが20何本6ぐらいの時に、そうですね、20から30にかけて、うん、すごいやってですね、まあ曲作ってくれ、作って歌ってくれみたいなのを言われまして、その中の1曲をですね、今からちょっと歌おうかなと思うんですけども、なんていうんですかね、学生時代ものすごい仲良かった友達なんですよね。もう本当に毎日こう一緒に遊ぶような
友達で、でまあ高校の時とかはもう本当毎日会ってたんで、もうまた明日って言ってたんですけど、まあ、いつの間にかその高校卒業して結局なんか連絡取らんようになってしまってですね、なぜか地元にはいたんですけど、その彼はですね、なぜかこうタイミングも合わず一緒に遊んだりすることもなく、で結婚式でたまに会ったりして、それでこう思い出話に花を咲かせたりして、でそいつがこう結婚するからちょっと歌ってくれて連絡が来て、もうぜひ作らせてくれということで、作った歌なんですけど、また明日っていう歌なんですけど、まあ毎日また明日って言えてたのが、まあ気づけばもうまた来年とかまた今度とかいう風になってですね、まあちょっと前みたいにはこう会えないけども、また明日も君のことを思ってるよっていう歌をですね、歌いたいと思います。ちなみにその彼は離婚しました。歌いにくい。そうなんですよ、離婚第1号でして、はい。いい曲なんでね、いい曲、しっとりしたバラードなんですね。まあ、そうやって地元 の、ね、あの友達とかを皆さんも思い浮かべながら聴いてもらえたらなと思います。また明日って歌を。懐かしい景色を思い出した、あの頃は良かったななんて思ったりする。そんな時は決まって寂しくなる。みんな元気にしてるかな、久々に会いたいな。大人になってふるさと離れて、家族を持って子供ができて、やることだらけ、あれやこれも少しだけ忘れて、昔の話をしよう。その笑い方もその喋り方もあの頃と何も変わらないね。止まってた時間が動き出したように、あの頃に今戻ったみたい。また明日ねって言えないけど、ずっと思ってるから。ない会話の一言に、僕の知らない君の姿が見え隠れする。何食わぬ顔で見過ごしている。時間は過ぎている、巻き戻ることはない。今も鮮明に残る思い出が明日へ続く僕の道しるべ。伝えたいことが山ほどあれば、今日のことは思い出にならないのかもしれない。今この瞬間が最後かもしれないなんて、どうしようもないこと考えてしまった。いつかまたこうして会える時が来るから、その日もきっと笑い合おう。いつかの未来に光が差す今日になればいいな。また明日ねって言えないけど、ずっと
持てるから去年のこのイベントの日にですね、その僕らが、再結成、解散後再結成一発目ということで、でプラスカレンもその時1年ぶりぐらいだったんですかね、ぐらいでやっててですね、まあここでも何回か話してるんですけど、もう何ですかね、僕いや音楽やめてその北九州に友達がいたんですよね。僕福岡市に今住んでるんですけど、北九州の友達がいて結構すぐ近くに住んでて、で遊んでてこの辺で飲んでたんですよ僕が。ただセックを見つけてですね、ちょっと行ってみようと思って2階に行ったら椎名さんがいて、覚えてますかって言って、最初全然覚えてなかったんですけどね、あーみたいな感じだってちょっとふくよかになりました、はいそうもう少しロン毛あったんですよ、乳首ぐらいまであったんですね、もうでそうまあライブとかはしてないんですけど、なんかたまに練習したりしてるんですよみたいな話をしたら、もうそこから椎名さんがすぐ動いてくれて、ライブをこう新曲できてるんですよみたいなこと言ったら、もうすぐブッキングしてくれて、もう半年前ぐらいのライブをですね、その去年のそのこのイベントをですね組んでくれて、でやるのがきっかけで音楽を再活動したっていう感じなんですけども、あれがなかったら我々は多分ずっとうだうだしてたと思うんですけど、まあそうですね、やっぱこう結局解散した後、まあ2人で話し合って解散しようってなった後もですね、結局音楽からこう離れられずにいたというか、まあこうね、人生なんかもう一度しかどうせないんだから、もう どうせどんな生き方をしようがどうせ死ぬって僕は思ってるんで、どうせ死ぬなら楽しい方がいいなって思ってて、まあですね、そんな歌をですね今からちょっと歌おうかな。去年もこの復活ライブで歌わせてもらったんですけど、ちょっとそういう思い入れのある歌をですねちょっと歌わせてもらおうかなと思います。ノーリグレットライフっていう歌を聴いてください。後悔で生きている今もまだ覚えてる、あの頃は増えてゆく、それは仕方ない、曖昧な言葉でどんな場面もしのいてる、今の俺なんだか大人みたいだ、負けず嫌いで間違いは認めない、これを取り戻さないとつまらん大人になる前に、昨日のような明日にするな、もうダメだとか言うな、夢があるんだろう、叶えたいんだろう、分かってることに悩むなよ、どうにかなるって口癖のように言ってた自分にバイバイ、どうせ生きるなら楽しい方がいい、ほら今日もついてない、これは運命なんだろう、神様の仕業だろう、
僕は知ってるけど満足はしない探し回った答えは間違ってない自分のことを信じないと未来になる前に昨日のような明日にするなもうダメだとか言うな夢があるんだろう叶えたいんだろう分かってることに悩むなよ感じるままに生きてゆけたら苦労はしないだろう大事なものが大事なことを気づいた時に進むんだなるって口癖のように言ってた自分にバイバイもう今抑えきれない気持ち精一杯の自分は大体こうして同じこと繰り返してるって分かってるだけどどうせ生きるなら楽しい方がいい何かしっとりしてしまいましたね。ですね。させたんですけど、ね、ありがとうございます、次で最後の曲になります。本当に思ってくれてます？ありがとうございます、このイベントがですね僕らの夏2020ですね。今回はもう毎年したいですね。いや我々はもう本当 毎年 OK します。もうねこう少しずつこうメンバーとかもまあ変わっていくんでしょうけどぜひカレンはですね年一で出てほしいですね。次の最後の曲なんですけども、これはですね我々が現役の頃から、ずっと最後に歌った曲で、赤い風船という歌で終わろうと思います。ありがとうございます。今日一応 CD もですね、持ってきてますんで、もし持ってない方とかいたら興味ある方いたら買って帰ってください。お願いします。じゃあ最後のカレンにつなげるように赤いバトンを渡しましょう。いきます。じゃあ最後赤い風船という歌で終わります。ポエムでした。ありがとうございます。膨らませた風船は赤く染まったあの風を希望と呼んだ二人で空へ飛ばした
事にしてた思いを今言葉に変えて君に届けているはずなのに寂しげに明日を見つめられた勘違いはすれ違いを生んでしまいそうで未来のことばかり考える時が過ぎれば君への気持ちもあの日飛ばした赤い風船のように消えてゆくのかもしれないそんな不安が君を襲うなら今ここにある赤い赤いそう飛ばそう君への気持ち書き綴った時間が愛だと知ったその手紙をポストに入れただけど帰ってきた届きそうで届かなくていつだってこうなって上を向いて歩いた泣いていた時が過ぎれば君の大切さもわからなくなり君じゃない心奪われるのかもしれないそんな不安が君を襲うなら今ここにある赤い赤い愛情を飛ばそう気持ちもあの日飛ばした赤い風船のように消えてゆくのかもしれない時が過ぎれば君の大切さをわからなくなり君じゃない人に心奪われるのかもしれないそんな不安が君を襲うなら今ここにある赤い赤い情熱を飛ばそう今ここにある赤い赤い愛情をもう一度飛ばそうありがとうございました。
さん、僕らの歌2020楽しんでいただいてますでしょうか。イエーイ。はい、去年からね、ポエムのね、しゅうくんが来てくれてから始まりまして、カレーは毎年とかもポエムね毎年、さっちゃん毎年って言って2年目です。年一ですかね、カレー。そうですね、はい、皆さん本当に貴重なね時間を作ってくれました。楽しんでいってください。鳥はカレーです。よろしくお願いします。お願いします。それではまず1曲目に、去年のこのセックさんでライブさせていただいたときに、曲を作りまして、その時の曲を、まあ、一番最新曲ですね、歌っていきたいと思います。スランバー。
気もつけないほどに君は住んで手を伸ばせばほらメリーゴーランドみたいに君への思いが外は眩しくて苦しくて息もできないほどに空は澄んで目を閉じればほらメリーゴーラウンドみたいに君への思いが巡る。今の曲は最新曲なんですけど、まあ、今配信見てらっしゃる方々も、はい、カレンのことを知ってらっしゃる方々がおられるかな。ありがとうございますすごい、そのリアルタイムで来るんですね。ありがとう、わありがとう、ありがとう、うわー来た、あゆちゃんありがとう、ありがとう、本当にマジでこっち側することになると思わんかった。YouTube では見てるけど。そうで、あの次の曲なんですけど、もう私たちね、先ほどアラサーならアラサーなりなんないって言ってましたけど、本当にアラフォーに入ってまいりました。ですね。俺だけ別次元。そうそう。もう本格的にね、カレンをライブ活動していたのは11年、12年ぐらい前まで。まあ、13年前ぐらいが一番ピークだったんですよね。まあ23とかそれぐらいですよね。本当アルバイトに明け暮れ、練習に明け暮れ、本当夜10時ぐらいまで朝からねアルバイトして、12時に太宰府のプラムっていう、まだあります、まだありますね、スタジオに12時から入って朝8時まで8時間、週3ぐらいで練習してましたね、バンド練習を。ほんとつらかったでもあの頃は演奏はうまかった、演奏はうまかった演奏もね、うん、歌も安定してたね、本当にね、まあ、本当はあのこういう機会があって1年に1回セックさんの方でね呼んでいただいて、こうやって音楽に触れる機会をいただいてることに本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。誠に誠にありがとうございます。ありがとうございます。やっぱまあ十数年前の曲とかなんですけど、まあ、ちょっと今度ね、今度っていうか、これ終わった後にスペシャルコーナーで、リクエストをいただいてる曲とかは本当に10代の時に作ってる曲ですね。まあコーピーとバシカズ、私バシカズが出会ったのが高校1年生の時に、同級生になりまして、同じクラスで。でなんかこう歌声聞いたわけじゃないんですけど、声がいいんでちょっと俺と一緒に組んでよっていう話をして、一緒に組んだのがきっかけですね。俺曲作るけん言うて、でまあ曲作り、まあお互いするんですけど、やっぱり10代20代の時の曲ばっかりなんで、カレンっていうのはもう今最近作ったのは今の1曲ぐらいなんでね、もしかしたら皆さんが聞いたら少し若く感じるかもしれないんですけど、よかったら聞いてくださいと思います。で次の曲ですが、まあ21、2の時に作った曲なんですけど、大切な人と一緒にずっと
暮らしていって、しわくちゃになって、死ぬ時に、隣で、どんな顔をしていてほしいかなとか考えた時に作った曲です。まあ、死ぬ間際におじいちゃんおばあちゃんになって死ぬ間際に、よかったら言わないでほしいなという言葉があって、その曲、それを曲にしました。聞いてください。さよならは言わないで。ワン、ツー、スリはまた泣きそうな顔で少しだけ無理に笑顔を見せてる。僕はまた感づいて君のことならわかってしまうから、遠くのあの星になっちゃうわけじゃないから、その顔で笑えたよ。頼りない僕なのに君は懲りもせず無垢な笑顔をくれたよね。時は経ち、シワも増え、思い出のあの場所はもうなくなってるけど、目を閉じれ
君がまたしわくちゃで泣くからさよならは言わないのさ。しわくちゃの君のその顔で笑えたよ。感情入ってたなと思って いや、いい曲ですね自分で言うのもなんですけどまあ22、23にして、まあ、大人っぽい考え方してるなと自分の中でに思いました。次の曲も、まあ、これ23、4の時かな。でコーピーが未来って曲あるじゃないですか。ちょっと今日歌わないんですけどでいい曲書いてきたなと思って、でそれにこう合わせてこう一緒に流れるように歌えたらなと思ってリズム考えて作ったんですけど、まあこの曲はいろんな感情ですね。そうですね、まあ私がプロミュージシャンを目指したきっかけというのもチャランポランしてた私が頑張って目指そうと思ったのも、まあ親しい友人が亡くなってしまったというのが、でそこで俺が嘘ついてしまってたっていうのが、嘘を本当にしようって思ってやってたのがカレンのきっかけです。でまあ歌を聴くと今日のライブもそうなんですけどね、椎名さんの気持ちには本当にと同じ気持ちなんですけど、やっぱどこかで音楽は自分の心を助けてくれたりとか、そういった効果があるのかなと思ってます。できれば私たちの音楽も誰か一人に、の胸に響いて、それが処方箋のように聞いていっていただけたらなと思ってやってました。本当私もいろいろこう結構精神的に弱いタイプだったので、いろいろこう夜中にいっぱいいろんなことを考えたりするんですけど、好きな曲をずっとヘビロテでヘッドホンで聞いてたんで、まあそういう気持ちを曲にしてみたやつです。聞いてください、ソングロングリピート。見えない夜空が大型のテレビで飛べない夜空が夢を映し出した涙が流れて、それでも歩いて頑張って君に必ず届くよ、この歌全てが全てが愛しくて愛しくて、いつになれば
いつになれば消えるのかな。ソングロングリピート飛べそうな夜を涙で教えてくれたよね。ソングロングリピート胸が詰まったっていいよ。優しさを持っているんだね。そこから言えたろう。窓を開いてみて心が晴れたら行こうよ。全てが全てが愛しくて愛しくて少しは僕も分かっているよ。何かが足りないって足りないって思ってるから、歌を奏でて口ずさんで聞いて泣いたりすんだ。ロングロングストーリー終わらない夜は物語の主人公僕に置き換えて。ロングフォーアピーポー口ずさんでほしいよ。優しさが触れてくよ。何を飲み込んでも取れないけど、こうして夜を飲み込んでよ。僕の歌、君が歌、それが君の歌になれ。本当に今日はね、全然活動していない、ただの今社会人になってしまってます私たちをですね、こんな感じで最後まで、目的は違ったとしても私たちを最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。
私たちも幼少の時からいろいろとはちゃめちゃやっておりまして、二人ともね、前歯が本物ではございません。俺も絡めて言うんだ、ね、そうそう俺別に最近日本変えたよね。そう最近日本こう俺の話。そうそうそう、あそうです、前歯がそうそうそう、私もあの今狩り場を入れてます ね、ちょっとそうそう、やっちゃいます。やんちゃをしてきたことの今代償が来てます。代償がね、大変だよと、うん、で次の曲ですけど、そんな若かりし頃のコーピーが作った曲をコーピーソロでやっていきたいと思います。そこにいるんよね、ちゃんとそこにいてくれるんよね、ちゃんと。あ、じゃあここにいて聞く。うん、ここにいて聞くわ。じゃあここにいて私は聞きますので、皆さん ね、そういうあのなかなかレアな映像も楽しんでてください。はい。まあライブ前に作ったクロスロードという歌を一曲歌いたいと思います。はい、まあ、よかったらリズムがいい歌なんで手拍子なんかもらえたら嬉しいです。一番手拍子する俺。乾杯。うん、まあ一回この歌は一回離れた二人もいつかはまた繋がっていくんじゃないかっていう歌をになっております。じゃあ聴いてください、クロスロード。溢れる思いただ君に注ぐけど、実らない旅苛立ち抑える、でもなぜだろう笑顔を絶えなくて、ほっとするんだ。Oh, yeah. ありがとうございます。つかず離れず、そんな関係はもう終わりしないか、昔のようにそっと手をつなぎ合った、時間を取り戻そう、いつかは叶うかな、二人の道はまた離れてくけど、どんな場所にいても君が望むなら、僕はすぐに会いに行くよ。溢れる想い君に伝わらない、時間だけが無情に過ぎてく、悲しくないけどたまにこぼれてくるんだ、涙もろくなったら楽しいけれど、今は抱きしめられない。 Whoa!
場所にいても君から掴むなら僕はすぐに会いに行くよ。いいですね。いや本当はあの高校の時に出会ってから私山口浩二のファンなんです本当に。本当にね。あ、あどうも。あ、あどうます。どうもどうも。いやちょっと今日みんなあの二人とも定時制で行こうって決めてるんで。さっきね。じゃあ2時行きましょうか。2時ね。2時ば行こうよ2時ば。ね、コロナとかいろいろありますけどもね、いろんなことがありますけれども明日の天気予報は虹だといいな。よろしくお願いします。虹行こう。えい、ワン、ツー、スリー。そう笑っていつも強がってばかりで本当のことは胸の奥沈んでく。どうやって笑っていたかもわかんなくなってしまってどうしようもなく空に手を伸ばしてた。この街に降り出した雨が笑い転げたあの日々の夕立によく似てたから GO!
心の奥の方によく似てたから、ねえもっと笑ってよ、僕の描いた幻想のこの胸の奥の奥、君は笑ってた、ねえもっと笑ってよ、傷ついた日々に訪れたこの雨が止む頃にはあの人に血は出る、虹がかかるでしょう、ぎゅっと目を塞いで最後の涙こぼしたら、あの歌が聞こえた、僕たちはリズム刻んだ、ねえもっと笑ってよ、僕が描いた幻想のこの日々は輝いて、僕らは笑ってた、ねえもっと笑ってよ、君が笑ってくれたこと、この街に光が差し込むあの人に誓ってる、ちょっと歌詞間違えたけど、ありがとうございました。何？いやいやいや、すいませんすいません。終わるな終わるな。曲順が変わってるぞ。あ、ごめん。変えたんだよね。わかるわかる。乾杯虹線って言ったやん、マジで。え、そうだっけ、言ってなかったっけ、次の曲なん、わかる。待て、さあ、じゃあ最後の曲になってしまいました。このイベントもね、私も1年間本当に楽しみにしてました。今日出演、共演してくださった高木さん、ありがとうございます、ね、加藤くん、加藤くん今ね、どっか行った、加藤くんありがとう、本当にいやいや、ガチャガチャしすぎ、それもうねで、ポエムありがとうございました、本当にありがとうございました、ありがとうございました。いやもう今日ね、私の家族も全員来てるんですけど、ねーもう本当にね、かわいいね、うん、でも本当はなんか全然引退して、やっぱり音楽のところから全然離れ、1年間ずっと離れてますんで、やっぱりなんかな、この業界というか環境が懐かしくて、本当にね、うん、と思わん、もうコビなんか話してよ、ちょっと話して、俺ばっか話しよ、いや、いい、前からそうやった前からバシカズか雰囲気作りよった
って言われちょっと僕はちょっとお茶あけるいただけるっていうそんな感じやったよ。そうね。いいやん。そうね。うん、これを見せられてどう思うとかさ。で私たちのじゃあ代表曲を一曲歌って終わりたいと思います。いやありがとう。温かい皆さん本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にやっぱ社会人なんでね今 ね, そうね、あの本当頭低くいこうっていう話をしてました。でカラオケにね入ってます。これダムに入ってます。皆さんよかったらあのダムでカレン検索して歌ってあげてください、ね、よろしくお願いします。聴いてください。カノン行くぜ。もしも僕ならそんな話題でさえ君は知らんぷりのまんまで、けど本当にそうならば君のその涙を受け止めてみせると、この空に誓うから涙は繰り返す Yeah! 僕がいつまでもそばにいるから、何万回も好きだと言って僕は聞き足りないと言うよ、何回も抱きしめ合ったけれど僕らカモンカモン、僕は聞き足りないと言うよ、何回も抱きしめ合ったけれど僕ら可能。よかったら皆さん手拍子お願いします。繰り返す意味に答えなんてないけれど、君をいつか幸せにするから、だからもっと何万回も好きだと言って僕は聞き足りないと言うよ、何回も抱きしめ合ったけれど僕らカノンカノン、何万回も好きだと言って僕は聞き足りないと言うよ、何回も抱きしめ合ったけれど僕らカノン。分かる人みんな歌おう。行こう加藤君。何万締め合った、何万回も好きだと言ってカロンカロン、何回も抱き締め合った。好きだと言ってありがとうございました。 QARVR カレンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、今日僕らの歌2020がねこのコロナ禍でも、できたこと皆さんに感謝いたします。最後にですねスペシャルコーナーでちょこっとね書いておりましたが、会場配信の皆さんからなんかリクエストもらって今いる出演者でできそうな曲を 1,2 曲できたらいいなってできそうな曲なのであれなんですけど何か、リクエストが皆さんありますでしょうか。私はもうさっき言いました涙と泣いた夜をリクエストしましたけど何か皆さんありますでしょうか。会場の皆さん何かありますか。これが歌ってほしいな今日聞けなかったこれがとか幸くんとかポエムとか何かありますでしょうか。なかったら私の曲になってしまいますよ。皆さん、配信の方は何かないでしょうか。皆さん遠慮がちですねじゃあなんか私があ配信タイムラグが15秒ぐらいあるんで今日ね、みゆきちゃんとかあゆちとかりょうこちゃんとかなおちゃんとかいっぱい、あやちゃん広島からもはい、ゆうきさんはいいっぱいね入ってきてくれておりますので全国から配信しておりますのでね入ってきてくれております、何かスペシャルなこのコーナー 1,2 曲だけのリクエストコーナーですが何かありますか。会場の皆さん遠慮なくできる範囲でやりますよ。ないですか。そんな私のリクエストで大丈夫ですか。皆さん大丈夫ですか。サチないですか。あ、なんかありますか。風になりたい。できるかどうか。ブーム。うん、できなくても、縁じゃなくてもできる。もう、サチできる風になりたいとか。リュウちゃんできますかとかで、でももうね、まあ、じゃあ次回必ず。スペシャルコーナーいきなりっていうのはなかなか難しいんだなっていうのがよく分かりましたね。はい、じゃあなんか私が先ほどリクエストしたのでどちらかだけでも泣いた夜と涙をリクエストしましたがアンコールとして何かよかったらじゃあ泣いた夜を泣いた夜を今日のねタイトルなんですタイトルになってますので、はい、忘れてたでしょ。はい、忘れてました。はい、今日のタイトルに付けさせていただきました、彼の曲で私が救われた一曲になります。泣いた夜をよろしくお願いします。はい、あ、届けたい歌とか入ってますよ。あ、届けたい歌ね、いける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 舞い上がれよ、ね、いける全く一緒じゃない泣いたよって泣いたよってお願いします。はい、愛知届けたい歌ね次回ね絶対歌ってもらうね。では今日のリクエストスペシャルのコーナーです。アンコールになります。カレンで泣いた夜。泣いた夜はもうできるだけ君を思い出していた。思い出にはもう近づけない、ただ遠ざかる日々。笑えてくるよ。
キラキラとあの日々がこの部屋で起こった幼くて恥ずかしい事件も僕一人では君がいないから笑うこともできない。ああ泣いた夜はもうできるだけ君を思い出していた。思い出にはもう近づけない、ありがとうございました。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 はい、ありがとうございました。ではでは最後にですね、一瞬だけ紙綱で記念撮影をチャロッとさせていただくんですが、一瞬紙綱になりますので皆さんあのシャッターチャンス、まず配信の方の方と、会場の方と最後、プレゼント大会を、ね、させていただきながら今日の出演者を、ステージの方に呼びたいと思います。カレン、そしてポエム、そしてさっちゃん、ニュージさん、そしてゆきちゃん、今日ね最後にね、一瞬だけ過密に記念撮影でございます。会場の皆さんパシャリ、そして配信の皆さんにバイバイをして終わるんですけど、配信の方皆さんでじゃいけん体験、じゃいけん体験、じゃんけん大会をしてなかったので、はい、じゃあゆきちゃん、皆さん好意一点ということで
会場と配信とみんなでじゃんけん大会して、フォーエバーチケットセックがね空いている限りいつでも500円券、飲食だったり物販に使えるよっていうの、はい、セックが空いてる限りよ、明日閉まったらごめんなさいってやつです。はい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 、もうね、あのね、佐賀だったり長崎だったりいろんなところから来てるので、いつかこれを使っていただけたらということで、ではゆきちゃん、皆さん代表してじゃんけんをお願いします。会場はねすぐできるんだけど、配信に15秒ぐらいタイムラグがあるのでちょっと待っていただくんで、最初はグーじゃんけんポイントお願いします。ゆきちゃんがチョキだから、グーの方会場いますか。グーのこと、あ、一人一人おー、いや、まだ配信には、あ、一人います。じゃあもう一人ずついるので、もう一回お願いします。あ、お、お、配信が今日強い、いつも会場が強いんですよ。配信が今日まだ二人残ってます。会場一人、会場対配信の戦いです。ゆきちゃんお願いします。ゆきちゃんがパーだから、チョキの人、会場いない、配信いるかな。はい、いいですよ、タイムラグ今のちょっといろいろいろな各地に飛んでいますので、ね、お、みーちゃんはダイス飛び出た。まあね、じゃあそういうことで、うん、うん、あやちゃん、広島から参加のあやちゃん、これ後であの映像でね、あの写メで送るから、いつでもね来れた時に使ってください。広島から待ってますよ、ありがとう。はいね、でも今日はね本当に僕らの歌2020ということで、ね、今コロナ禍ということで音楽がねなかなか、不要不急だって言われたり、エンターテインメントはなかなか動きづらいような中になってますけど、やっぱり大切なものだと私は思っています。だからできる限りしっかり対策して、できるだけのことだけ、粛々とやっていきたいと思っておりますので、どうぞ皆さんこれからも音楽と出会い大切にしていこうと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。配信のみんなありがとう。そして会場のみんなありがとうございました。また会いましょう。